こえてる。あ、ならよかった。びっくりした。何声かすれてる。え、あ、うん、びっくりした。何怖いよ。じゃあ止まったのはマジ気にしないでいただきたい。何ちょっと今日怖いよ。え、何声かすれてるって言ってる人誰だよ。怖いんだが。大丈夫、聞こえてますか皆さん。よきよき、今日もスチありがとうございます。可愛い顔は見えてるけど声が聞こえない。え、え、なんでだろう。え、声がちっちゃいの。今日めっちゃ調子悪くない。なんなの本当に。怖いこと言わないでよ。あ、治った。あ、よかったよかった。うん、わーい、治った。よきよきです。うん、グー、治ったということで。何話してたっけ、忘れちゃった。タピオカソフトめっちゃ美味しい。明後日までやってるんで皆さん行ってください。本当に美味しいですよあれ。めっちゃ目がポニーテールしてます。アイス食べたい。アイス食べたい。アイス、アイス、ソフトクリーム的な。マジ今日本当にやつ。この部屋ねあれだって 30.5 度、暑い。やっと涼しい風が出てきた。コウスケさん、だるまありがとうございます。ね、暑いですよね。ね、髪の毛長いでしょ。ほら切りたいんですよ非常に。いや切りたくはないけど、伸ばしてんのか伸ばしてないのか分かんないけど、この朝暑さになってくるときついよね。そろそろ何も自動にしてますよ。今日にはしてない。名古屋暑すぎ。それな本当に。名古屋何なの。いや名古屋ってなんでそんな暑いんですかって毎年思うんですよ。なんかさ、冬は寒くて夏は暑いっていうさ、本当にさ意味わかんないよね。どこの県が一番快適に過ごせるんだろうね毎日。沖縄かな。あ、沖縄だって夏暑すぎるもんね。ご飯だから落ちるね。バイ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 、見に来てくれてありがとうね。ゆういちさん、アイスありがとう。かつのりさん、かわいい、ありがとうございます。冬は寒くて夏暑いの普通。いや普通なんすよ。普通なんですけど、なんか名古屋って日本の中でもめちゃくちゃ暑い県じゃないですか。海外行くしかない。行きた、ね、海外住んでみたいんですよ一回ぐらい。行ったことはあるんですけど本当に。でもね海外って紫外線強いからすぐ焼けちゃう。それだけよね。できって、まるちゃん、タコと花ありがとうございます。どこに行ったこと。ちっちゃい時になんかハワイに行ったらしいんですよ。全然記憶がないんですけど私は。で韓国に行き、グアムに2回行ったことあります。一昨年、もうちょっと前かなくらいに行ったグアム。めっちゃ、じゃあ記憶ないほどはちっちゃかったんですよ本当に。本当にめちゃくちゃちっちゃい時だったんですよ。
イナシーさん、アイスありがとうございます。パスポート持ってんな、持ってますよ。パスポートのね、小4ぐらいの時に作りました。小4ぐらいかな、韓国に行ったのは。で、年越しグアムしたことあるんですよ。グアムで年越ししてたら雨降ってきたんですよ。でも花火上がってたんですよ、止んですぐ。もう嬉しい。もう切れてない、切れてますよ。もう使ってないんですよ。なたんの家族とおばあちゃんと行きました。めっちゃ楽しかった。パスポートの写真可愛くないですよ。でもなんかああいう写真って普通笑ってないじゃないですか。真顔の写真多いじゃないですか。ね、ちょっと笑ってるんですよ、本当に。なんかちっちゃいから許された的なやつですよね。本当にちょっとニヤしついてんの。どこにあるか知らないんですけど、今このパスポートが。マジで今見るとめっちゃ幼いなって思うんです。そう、マジちょっと笑って、ちょっとだけ笑ってんの。でもみんな真顔じゃん。なんかその時前髪なかったんですよ。いや、あったのかなかったのかわかんないんですけど、前髪なかったのかな。写真見せて嫌だよ、絶対嫌だ。ディズニーランドの身分証明書は笑ってないと同じ。へえ、そうなんだ、初めて知った。気になる。メタメール送りません。自己写真にはなってないですけど、ちょっと笑ってて本当に面白いんですよ。自分でもちょっと笑うんですよ。なんか家族でパスポートの写真見せ合いっこしてて、ちょっとにやけてたっていう。なんかめっちゃ今日アホ毛がすごいね。まあいいや、そんなこと気にしない。なんかさ、もともとにやけてるしさ、いつも口開いてるしさ、ね、そんな感じの人間なのよ。めっちゃ常日頃何 DTV だっけ、キューキューのドキュメンタリー映像出てるの知ってますか皆さん。知ってる？DTV ですよね。朝見たんですよ。あの時ちょっと口開いてますよ、私本当に。めっちゃ泣いた、マジで本当に。なんかもう入って半年経つんだなって感じですね。揉めました、口開いてますよね、ずっと。本当に立ってる時ずっと口開いてんじゃんみたいな。後で見るわ、見てください。本当にいいドキュメンタリーですね、本当に。まあ、ジオディションのあのねやつが出るとは思ってなかった。ね、赤堀めっちゃかっこよかった。あやと一緒に見たの？見てないんです。なんかあやは夜に見てて、12時配信されて直後に見てました。あやさんは写真送ってくれた。
なんか半年前なのに自分ちょっとなんかもう顔違うなって思った。なんか顔あの時あれでしたよね、まだ緊張してるから顔がさこわばってるというかさ、なんて言うんだろうね、表現しづらいけど、黒歴史、黒歴史ではないですけど、まあいい思い出です。本当にもともとドキュメンタリーめっちゃ好きなんですよね。なんかドキュメンタリー系も好き。なんか9期の公演はとにかく楽しかったし、31全部31なのか。アイドル見ましたよ、アイドルオーディション中見に行ったんですよ。9期だけだよ、80分のドキュメンタリーとか。え、そうなんですか。え、初めて知った。え、嬉しい、光栄でございます。なんかね、懐かしいなってもう思ってしまう。おっちゃんなまる子と同じく公園行けなかったから泣かない。今日公園見に行こうか迷ったんですけどやめました。なんかね、自分が出てない公園見たいんですよね。アイドルに俺チラッと映ってる。じゃあアイドル見た時めっちゃ泣いたんですよ。ありえほど泣いた、涙腺崩壊って感じですよ本当に。公演見学1月25日のあの鈴木梨花さんとかが出てた青春ガールズ公演に初めて行きました。北野留香さんとか、泣くとこあった、あったあったよ、泣いたよ。もうどこで泣いたかも覚えてないぐらい泣いてたよ、ずっとね。後半からずっと泣いてた本当に。あと青がも行ったし、何行った、最終ベル公演とかも見たこともあります。なんか見に行きたいんですよね、青春ガールズ公演。基本ああいうのは泣く人一緒です。なんか本当に何の映画見ても結構基本泣く、何の映画っていうかね、泣くんですよね。見学できないというかなかなか時間が合わなくてね。できるんですけど、見学行きたいんですけど。次誰だろう、キューキーお誕生日なの。のりさん、かわいい、ありがとうございます。自分のせい、なんか自分のことになると全く投げないんですよ結構。例えば自分の生誕とか、本当に中坂かみゆちゃんか14歳かな、ヤッホーヤッホー中ちゃんとかか。あれ次かいにゃん、どっちだ。キューキューの誕生日も傍中なんですよね。覚えてる人は覚えてるんですけどね。家族の手紙は泣くよね。
家族からの手紙もらったことないような気がする。なんかめっちゃ昔の誕生日の時にちょっと短文のメッセージもらったことあるけど。来年7月ですか。